10年前の甲子園では浦和学院の2年生エースとして仙台育英と戦ったロッテ小島。同じカードが同時刻に行われている中での試合となりました。1回その小島からチャンスを作り3番小郷、ライトへのタイムリー。小島の立ち上がりを攻め1点を先制します。5回には得点圏にランナーを進め阿部、変化球をうまく拾いタイムリーヒット、追加点を挙げます。先発則本は6回、1点を返されなおもピンチ。打席には前回の対戦でホームラン2本を浴びている4番ポランコ。三振を奪い雄たけびを上げた則本、8回111球1失点の力投でチームトップタイの6勝目。ロッテ小島に投げ勝ちました。